東急百貨店、広北東急百貨店、広北東急百貨店は、かつて、神奈川県横浜市鈴木区のセンター南並駅前に、所在した、株式会社、東急百貨店が経営していた、専門店ビルである。現在は、全館が、広北東急 SC となっている。1998年4月25日開業。当初は、百貨店業態の港北東急百貨店として、 開業し、株式会社 TMD が運営する、ショッピングセンターの広北東急百貨店 SC と、閉地されていた。もともと、この場所には、広北ニュータウン総合が出店を予定していた。広北ニュータウン内に1993年に、開業したセンター南駅前のタウンセンター第2、地区開発計画で、東急百貨店、総合、横浜高島屋西部百貨店の4社が、 コンペに参加。蘇豪が出店を決め、広北ニュータウン蘇豪として出店を予定し、1995年に開店予定だったが、蘇豪の経営悪化により出店を断念した。蘇豪の出店断念を受け、同1995年に東急百貨店の地域市会社で多摩、プラーザ東急百貨店を開店させた、株式会社西南東急百貨店が出店を決定。 また同年には、隣のセンター北駅前に同じ、大手私鉄系の阪急百貨店も出店を決定している。当初計画では早ければ1996年春にも一部開業としていたが、結局1998年に、広北東急百貨店と広北東急百貨店、SC が開業した。2006年3月に、専門店ビルへ業態変更し、広北東急となる。 1>, 1階から5階までは専門店ビル化し、東急百貨店としての売り場は地下1階の食品売り場のみとなる。専門店ビル転換後は東急ポイントは地下1階食品売り場のみ加盟店となっていた。残された食品売り場も2011年1月16日をもって閉店。全館が広北東急 SC となった。北東急の食品売り場土地には 2011年4月29日に、ロピア港北東急 SC 店が出店した。センター北駅前のモザイクモール港北に出店した、続き阪急も、百貨店としての直営売り場を徐々に縮小し、1階フロアも2020年1月19日をもって、続き阪急としての営業を終了。地下1階の食品フロアのみ、営業継続となっている。ABC 広北東急食料品フロアが営業終了館内唯一の東急百貨店の売り場広北経済新聞2010年10月28日 ABCD 東急百貨店の遠隔企業情報東急百貨店 AB 日本経済新聞社編ドキュメントそこを解体さばかれるバブル経営日本経済新聞社2001年1月25日 ISBN 978から45億3214万 8911ABC ちづくりトピックス西南東急百貨店、阪急百貨店が相次いで出店を決定。早ければ96年春にも一部開業の予定広報区ニュータウン記念協会1995年9月発行2021年5月10日へ図覧。 東急百貨店の歴史東急百貨店2021年5月10日閲覧横浜の住宅街に日本屈指のスーパーマーケット天国が広北ニュータウンの魅力を徹底ルポ文春オンライン2021年2月20日ありがとうございます